フィギュアスケートグランプリシリーズ GP 第1戦スケートアメリカ第2日19日米テキサス州アレン男子ショートプログラム SP が行われ2023年4大陸選手権優勝の三浦義雄オリエンタルバイオ名題が自己ベストの9954点で2位スタートした三浦は左太ももに痛みを抱えながらの出場となったが 冒頭に4回転サルコー3回転トーループの連続を着氷。続けてトリプルアクセル、3回転半ジャンプ、最後の4回転トーループも降りた。ジャンプはすべて着氷し、演技後にはガッツポーズ。得点を見ると、大台の100点まであとわずかで、惜しい。あとちょっとだったのにと悔しそうだった。島田幸志郎、木下グループは81、88点で6位。 吉岡き、砲台は、80、79点で7位だった。世界王者のイリア・マリン、米国、打99、69点で首位発進。4回転フリップで着氷が乱れるも、演技後半に4回転ルッツ3回転トーループを降りた。